こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はアンティークコイン投資から学んだお金に好かれるうまくいく人の行動の10番目ということで、真心を伝えるという話をしていきたいと思います。1つ目、人の話を聞くときはスマホを見ない。2つ目、解決策を求めていない、話を聞いてほしいだけ。3つ目、人の本音がわからない人はやばい。4つ目、人の応援を本気でやれば自分も磨かれると。この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。まず1つ目ですね、人の話を聞く時はスマホを見ない。まあスマホが今全盛になって、電車に乗ってる間とかですね、まあ、レストランとか外食の時に何かメニューを待ってる間とか、まあ、とにかく私も郵便局で並んでる時にも暇すぎてスマホとかやっぱり見るんで、スマホを見るのは別に悪いことではないですし、細かな時間を使っていろんな情報収集をするっていうことは逆に言うといいことだというふうに思ってます。ただこれが商談とかですね、相談とか、何か大事な話をする時にスマホを見ていると、やはり相手から誠意がないなっていうふうに思われてしまう。まあこれセミナーの時に私もたまに受ける側だとしても、スマホを見ちゃう時ってやっぱりあるんですね。こうやってやはり誠意がないんで、こういうことはなるべく控えた方がいいですし、まあ自分が話す側ですね、講師側の時もスマホ見られちゃうとは、今スマホ見られてるねっていうふうに思ってしまうので、やはりそのように思って思われてしまったりっていうことは、相手に、まあ、誠意がない、真心がないなっていうふうにとらわれやすいので、やはりそこはなるべくしないようにしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、恋愛関係とかもうすでに家族になっていたとしても、ずっとスマホ見ながら相手の話を聞いていたとしたら、それほとんど聞いてないってことと一緒に思われてしまうので、逆に言うと親しい仲にも礼儀ありのように、仲がいいからこそちゃんとスマホを置いて、その人に向かい合って話を真剣に聞くっていうことをやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。もう一つ次元を上げると、自分がそういうふうにいい加減な話の聞き方をしていると、自分が真剣に伝えたい時もいい加減な対応を必ずされてしまうんですね。自分はいい加減なことをしているのに、人がいい加減なことをするとすぐ怒ったりする人がいるんですが、それはあくまでもやっぱり自分がやってきた結果なので、そういったことをやらないようにしていくと、もっと自分の話が聞いてもらえるようになるかなっていうふうに思います。これもう一つ次元を上げると、これセールスにおいてはいかに自分の話を真剣に聞いてもらえるかが大事なので、常日頃から真剣に人の話を聞いておけば、自分が真剣に話をしたい時に伝えることができるようになるんですね。なので練習をするためにも、普段からこの人の話も真剣に聞く、この人の話も真剣に聞くということで、スマホを置いてですね、積極的に、傾聴すると、傾いて聞くってことですね。人の話を真剣に聞くっていうことは大事なんじゃないかなっていうふうに思います。2つ目、解決策を求めていない、話を聞いてほしいだけ。まあこれ男女で言うと女性に非常に多いパターンだと思うんですが、人は単純に自分に不条理なことが起きたり、悲しいことが起きたりですね、怒ってる時に、まあただただ私の話を聞いてほしいだけっていうことがまあまああります。なのでここを、それってあんたが悪いじゃんって言うと火に油を注ぐようなことになって、怒るかへこむかされてしまうので、まあそうではなく、なるべく、あそうだねって、大変だったよねって、まあそういう人もいるよねっていうふうに、ちょっとぼやっとした返事を返してですね、相づちを打ちながら相手のこと、その話し相手ですね、話し相手のことを真剣に思って、あかわいそうだなって、へこんでるんだなって、元気がないんだなって、励ましてあげようっていう風にしていくと、自分がへこんだ時に励ましてくれる人が現れますし、自分がへこまないような、そういうような流れにもなるので、もしそういう風に元気がなくて相談してきた人に対しては、真心を持って解決策を別に求めていない時もあるんで、ただただ話を聞いてあげる、相手のことを受け入れてあげるっていうことが非常に大事だと思います。まあこれ個人的な話をすれば、私はコンサルもしてますし、コインを実際に対面でお客様に買っていただくようなシチュエーションもあるんですが、その時にあまり関係ない話をする人っていうのは多々います。もう本当に世間話をすることもあるし、相手の方の仕事の話をする時もあるしと。ただそこをやはり聞いてあげる度量がないと自分の話は通らないんで、やはりそういう時に相手の話を真剣に聞くっていうことは非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。で3つ目ですね、
人の本音がわからない人はやばいと、精神的な魂年齢とかですね、意識レベルの話になってくるとは思うんですが、人の話を本当にわからない人っています。こっちの胃を汲んでほしいとかっていうことも通らないとか、いやそれ言ったじゃんっていうことも聞いてないとかですね、まあ、とにかくいろんなことを期待しても期待通りの答えが返ってこないっていう人は本当に相手のことがわからないっていうだけなので、そこをまた責めてもしょうがないんですね。単純に肉体年齢だけ言えばもう18とか20歳になれば大抵のことを理解するはずなんですが、それでも人の気持ちがわからないとか、こうしてほしいがわからないとかっていうのはいっぱいいるんで、そこをちょっと置いといてですね、もしその人がまだ成長発展段階であるんであれば、そこを細かく細かく修正して、これはこういう意図でやってるからこういうふうにした方がいいよっていうふうに教えていくことが大事だというふうに思います。短期で言えばね、その失敗する人を切ってもっと成功する人を入れたい方がいいかもしれないんですが、そうではなく、このできない人をできるようにしていくっていうことは本当に大事なことなので、人の本音がわからない、どういうふうにしていいかわからないっていう人であっても決して見捨てずですね、見放さず、そこを取り組んでいくといいんじゃないかなと思います。でもう一つ、これ次元を上げると、その人はわからないんではなくて、こっちのためにですね、自分側が成長するために伝え方とか教え方とか、もっと心を広くするように、器が大きくなるように送り込まれたりするので、そこを理解してその人を、大切に扱うっていうことは非常に大事なことだと思います。これよくある話なんですが、すごいわがままな人とか、わしは年を取っててもうわからんとかいう人とかですね、結構、大きな買い物をしてくれたりすることが多いです。なのでここで、人の話がわからないとかっていうんではなく、そういうことも付き合ってあげてですね、その人が人の本音がわかるように育ててあげることも大事ですし、とにかく目の前に現れた人は自分の教師だと思ってですね、そこから教わることを学んでいった方がいいんじゃないかというふうに思います。で、4つ目ですね、人の応援本気でやれば自分も磨かれると。自分でやりたいことがわからないとか、やりたいことがない人っていうのが世の中にいっぱいいます。で、そういう人は、動けないんですね。もう諦めちゃってたりするし、お金がないとか時間がないとかいろんな言い訳をするんですが、それですら許してあげて、その人が誰かの応援をできるように仕向けていくっていうのが結構大事なんじゃないかなっていうふうに思います。自分ではもう走る元気がない、それだけのモチベーションが上がらないっていう人であっても、誰かがこれを一生懸命やりたいっていう思ってる人をですね、応援していく、アドバイスしてあげる、何かしら手伝ってあげるとかっていうことをやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今日は真心を伝えるっていうテーマなので、世の中って家族以外ってまあ、ほとんど他人だと思うんですよね、まあ、家族でさえもともと他人であったりするわけですから、配偶者とかですね。なのでこの他人だらけの世界で、まあ、本当親友と呼べれる人も本当に少ないでしょうし、なかなかこう真心を持って接することっていうのは非常に困難なことだと思います。まあ自分もそんなことができてるなんて全く思わないですし、ただそれをもっと丁寧にスピーディーにやることによって、その人との信頼関係が築けていくので、やはり世の中にはいろんな人がいるんですが、それを全て受け入れてですね、自分のできる範囲内で親切に丁寧に、いろんなことを伝えたり教えたり教わったりしていくことが非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。今日のまとめですね、1番目、人の話を聞くときはスマホを見ないと。もうスマホ全盛です。もういろんなときみんなスマホ見てます。私も見てるときは多いです。ただ
それであっても非常に重要な相手ですね、家族とか恋人とか会社の人とかクライアントとかですね、そういう人といるときはもうスマホしまっとくぐらいな感じで、その目の前の相手との時間を楽しんで、何をその人が今思っているか望んでいるかっていう話をしていくと非常にいい仲になっていけるんじゃないかなっていうふうに思います。で、2つ目、解決策を求めていない、話を聞いてほしいだけ、本当に人はへこんだ時、イライラしてる時っていうのは解決策を求めていないんで、その時に相槌を打ってあげる、受け入れてあげるっていうことをやっていくと非常にいいんじゃないかなと思います。で、3つ目、人の本音がわからない人はやばいと、世の中にはたくさんの人がいて、まだまだ精神的に未熟な人っていっぱいいます。なので、その人がこちらの言ってることがわからないとか、人の気持ちがわからないっていうことも決して投げ捨てずにですね、その人を受け入れてあげて、あの人はこういうふうに思ってるかもしれないよっていうふうに言ってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、4つ目の、人の応援本気でやれば自分も磨かれるっていうことで、仮に自分ができなくても誰かが真剣な時にそれを応援してあげるっていうのもいいことだと思います。これも全然友達とかじゃなくて、プロスポーツ選手でもいいですし、何かに励んでる高校野球の選手でもいいし、とにかく真剣に何かに取り組んでいる人に対して自分も応援してあげるっていうことをやっていくと、自分ができないことをその人たちがやって感動をもたらしてくれるんで、そういったことも積極的に自分の人生に取り入れていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。今日の動画が楽しかった、面白かった、ためになったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あと、まだこんなことを知りたい、最近またコインの話をしてないかもしれないんですが、こういうコインの話が聞きたいとかですね、こういうことを知りたいという人はぜひコメント欄に質問とか感想を書いていただければと思います。あと、まだ動画の、チャンネル登録をしていない人はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。